倉庫3分トーキング、今回は僕の苦手なことについてお話したいなと思います。僕倉庫は高所恐怖症、高いところが苦手でして、物心ついた頃から集合住宅の7階に住んでたんですけど、変な話、8階に行ったら下見たらもうね、ゾワゾワゾワってなってめっちゃ怖いんですよ。なんていうんですか、血がもう足の先からもわーっとなってくるっていうか、もちろん遊園地のジェットコースターとかももう苦手で、本来は乗りたくないんですけど仕方なく何回か乗ったことはありますけど、観覧車ももうダメなぐらいなんで、で、ドラマとかで観覧車の中でカップルがいいシーンになるなんていうのがあったりしますけど、僕的には考えられなくて、っていうのはそもそも横同士に座るっていうことがもうないなっていう。だってどっちか片方に座ったらもう傾いてしまいそうじゃないですか。ちゃんともうね、バランス良くなるためには対面でね、それでも僕の方がちょっと重いからこうなるんちゃうかなとか、そんな風に思ってしまったり、もう景色見る余裕もなく、真ん中のこうね、椅子と椅子の間に景色見えへんようにかがんでたこともあったりしたぐらいなんですが、そんな僕がですね、実はバンジージャンプにね、挑戦したことがあるんですよ。20代の後半に初めて海外旅行にインドネシアのバリ島に行った時に、一緒にいた仲間となぜかバンジージャンプにチャレンジしようぜっていう流れになりまして、で、僕も初めての海外やったし、なんかそういうことを経験したらより一皮むけるんじゃないだろうかなんて思って、もう覚悟を決めて、よっしゃ、ここのバンジージャンプで飛ぼう、挑戦しようということになって行ってみたらですね、50メートルの高さでね、で、その50メートルもね、自力で階段で上がるんですけど、その階段がコンクリートのこのかっちりしたような階段やったらいいんですけど、木の板がもうただ積み上げられてる、そんな階段で、もう隙間から下はもう丸見えやし、風はビュンビュン吹いてくるし、でもうそこでもうガガガガガってブルブルなりながらですね、なんとか50メートル上がって、で、飛ぶ順番4人やったんですけど、なんか後の方がもうどんどんストレス溜まってきて嫌そうやなと思ったんで、もう一番行くわと、行かしてくれと、その方が後ろのプレッシャーも早飛べよみたいなのがあるかなと思って一番行ったんですけど、で、その時思ったのが、バンジージャンプ何が怖いって、もちろんその50メートルって現実味がある距離で、車があんな小さく見えてるとか、すごいリアルな距離で、スカイダイビングとかまで行ってしまったらもう何千メートルになるとよく分からんような気もするんですけど、3分経っちゃいましたが、続きをこのままも喋ろうかな。そう、それでね、もう意を決して飛んだわけですが、何が怖いって、ジェットコースターとかは怖いな、嫌やなと思ってても勝手にスタートするじゃないですか。でもバンジーはもう自分でもうね、踏み出さないと終わらない、飛ばないと終わらないということでね、押されてっていうことないですから、最後は結局自分でね、覚悟を決めて飛ばなあかんっていうのが怖いなと思ったんですが、まあなんとかね、飛んで、ビヨンビヨンビヨンなのも怖いですよね。行ったり来たり行ったり来たりもね、うわ、思い出しただけちょっと嫌ですけど、まあそんなんを体験したんですけど、で、その何日か後に日本語ペラペラの現地のバリ人の人と話す機会がありまして、バリ島来てどんな遊びしたみたいな話になって、いや、こんなことしてあんなことしてバンジージャンプもやってって言ったら、え、どこでバンジージャンプやったのって、いや、あそこの方のバンジーでって、バリ島その時バンジージャンプできるとこ2カ所あったんですけど、で、なんとなくもうそっちを選んで行ったんですけど、ほんだらそのバリ人が、ああ、そっちでよかったと、もう一個の方は1週間前に王子、オーストラリア人が飛んで失敗して亡くなってるんです。もう違う意味でゾワゾワゾワって身震いをしたっていう、そんな
思い出もあります。走行3分トーキング、次回も苦手なことか得意なことか、いや最近ちょっとねフラストレーション溜まってるからもうぶっちゃけようかな、いろいろしがらみも別にないし、いや分からんすけど、まあとにかくですね、何かについて毎日3分トーキングしていきますので、今日はもう3分以上大幅に超えて話しておりますが、次回以降も YouTube なんかも登録していただいて、ぜひ見ていただきたいと思います。そうこうでした。さよなら。バイバイ。